ターゲットを変えていって目的の、はい、まあ、裏返しまで行くんじゃないかなとは思いますけども、うん、はい、この確認していきたいですけども、はい、それでは第二マッチ第1試合前半戦見ていきましょう。さあコンソールですね。さあコンソールを見て誰がどこにいるかというのを確認していきたいですね。あわよくば一発入れていきたいところです。はい、さあこれは一番近いのは占い師綱選手、はい、これは占い師を先に見つけられたら大きいですね。そうですね、冒険感もすでに小さくなっていますのでおそらく見つからないんじゃないかなとも思うんですが、はい、いやこれサバイバーうまいですね。これ見つからないですね。はい、さあ占い師普通に今解読も回していますが見つかるのも時間の問題かなというところですね。さあオフェンスに少しでもダメージが入ればと狙っていきます。はい、今少し目視しましたかね。はい、さあここで地田選手の傭兵も見つかってしまいます。そうですね、全員の場所を確認しつつ、はい、まあ、冒険家の場所もあわよくば見たいところではありますが、はい、さあ占い師がいた場所を見て傭兵がいた場所を見て、はい、さあダメージがいつ入るか。今冒険家小さくなっていますね。はい、やはり少し難しいですかね、コンソールから見るのは。そうですね、さあ、さあこれ全員の場所ある程度はね、はい、あの把握していると思うのでまず一発入ってからがスタートかなとも思いますが、はい、さあこれ解読できないですね、ずっと見られていますので、うん、そうですね、我慢比べになってますけど、はい、そして、左左右をしていますのでゴムマンが溜まってから動き出すのかなとも思いますが、はい、さあどうでしょうか。さあ占い師も、今冒険家も目視されましたかね。はい、さあ占い師は回し始めました。そうですね、このまま回していくでしょうか、ね、警戒しつつ回していますね。さあゴムマンが溜まると同時にどんどん試合も、はい、あの進んでいきますから、はい、暗号解読も5分経ったら早くなってしまいますよね。そうですね、そうなってしまうとここから先のスピード勝負になりそうですね、はい、瞬間移動した先に冒険家がいるのはこれ大きいですね。はい、さあ冒険家もしっかりと見つけていきまして、はい、さあファーストチーズ冒険家一番スタンプありましたね特殊でしたか。はい、さあここで袋をつけていきますが、冒険家に、冒険家チェイスのままですかね。圧をかけつつ、ね、まあ、圧をかけつつ冒険家を、まあ、見失わない程度にしっかりと追っていくんじゃないかなと思いますが、ここで通知が一件、はい、一件入りましたけれども、さあ、さあ冒険家ここでのチェイスはどうですか。そうですね、まあ、チェイスは、まあ、板が多いのでしやすい場所ではあるんですけども、はい、まあ、バルクかなりいたわりが早い、そして上に振っていて、はい、まあ、最速ハンターとは言われていますよね。そうですね、なのでチェイス自体は伸びないんじゃないかなと思いますね。ただここで引き打ちが当たってしまう。はい、さあここで冒険家が時間を稼ぐことができればその他コンソールを抜きつつ回力を回していくことができますので、はい、かなり大きな役割を担っているような形になりますね。うん、1台上がっていますが、はい、他の暗号機がどのぐらい回ってるかによりますけれども、そうですね、そして冒険家に一発入ると、存在感マックスになりますのでオーバーフロック解放と、はい、いうことでここからはもうバルクのターンと言ってもいいでしょう。はい、おそらくここで補助壁を引いてタックルが来れない形を作って、うん、するんじゃないかなと思うんですが、そこをうまく回避できるか、はい、オフェンス。これは回避してきていますが、一周回ってタックルしたかったですが詰まってしまいましたかね。かかってしまいましたかね。はい、ここで救助できますか。これは厳しいか。いや救助できましたね。はい、救助は行っていまして、この後オフェンスもダウン取って冒険家も追いたいところかなと思いますが、はい、これは冒険家は追わずに、はい、オフェンスをダウンする、オフェンスをダウンを取っていきましたね。なるほど、これは粘着されないためとかなんでしょう。そうですね、ここでのオフェンス多い、まあ、冒険家多いかなとも思ったんですが、そうですね、冒険家 50% の解読ページ持っていますので、はい、あまり放置してしまうと一気に上がってしまうという可能性もありますよね。うん、冒険家は小さくなれるっていうのもあって、はい、追えないっていう判断をしたのかもしれないですね。なるほど、まあ、失って、まあ、少し早く捕まればね、そのまま切り替えたかもしれないんですが、そうですね、まあ、振り返ったらもういなくなっていますので、まあ、それを探すぐらいであればオフェンスということかもしれませんね。そうですね、なるべくずってコンソールで圧をかけてっていう形をしていくんでしょうか。はい、さあでもすでに傭兵が近くに救助来ていますね。そうですね、救助しましたね。はい、傭兵もやはり即救助を行ってしっかりと救助を行った上で、うまく避けていったんですが、ここは閉じ込められてしまいますかね。はい、さあこのままいくと傭兵はおそらくここでもう一度救助行くような形になって、はい、冒険家占い師が解読を回していますので、はい、
うまく立ち回らないとかなり4通が近い形になってきてしまったかなと思うんですが、さあここからカエル選手どう立ち回るのか気になりますね。どう立ち回りますかね。このままでもオフェンスはつる。そうですね。なのでコンソールが抜いているのであればしっかりと解読回すことができるんですが、スパイバーは一度コンソール抜きたいところですよね。はい、残り1台ということもあって瞬間移動もできますので、はい、通電後に瞬間移動を取っておくか、それとも圧をかけに飛びに行くか。そうですね、回って乱号機が1台であれば、まあ、そこもキャンプしつつ壁で狙うということもできるんですが、そうですね、救助が来ていますが、はい、さあ圧をかけていますので、これは4つできるか、うん、そうですね、ここもう危機一髪ないので、まあ、おそらく救助を入れるということは解読がかなり進んでいるんじゃないかなとも思えるんですが、さあ壁に入ることができず、はい、通電はまだしないですね、うん、はい、通電はまだしないので、ここはしっかりと1人飛ばした上で追っていきたいですね、はい、解読しているのは、はい、冒険家が今2割3割ほど、ね、はい、で暗号ページが 29% ですね、はい、約3割ですね。さあここで冒険家がダウンしてしまいますが、さあここダウンしたのは占い師ですね、あ、はい、占い師と2大体制で回していたので、冒険家と占い師がダウンしてしまっていますが、うん、はい、ここでの傭兵どう立ち回りますかね。そうですね、ここでの2ダウンがかなり多分響いてくるかなと思いますけれども、うん、厳しいかなと思うんですが、はい、しかも近くでダウンしてるんですよね。そうなんですね、はい、まあ、近くじゃなかったとしてもバルクのやっぱり特徴として一つを守りながらもう一つを守ることができる、はい、ので起死回生もし吐くのであればそのまままた閉じ込めておくという形も取れますから、さあこれ救助できますね、はい、さあその間に占い師も起きました。ただ冒険家はこれで、次飛びですので、はい、何としても伸ばす、読み合い、うまいですね。さあその間に少しでも回したいところでありますが、唯一回ってるのがここなんですね、はい、うん、さあただバルクは圧がかけられるので、この後どう立ち回ると思いますか、うん、これ新規を回さざるを得ないと思うんですが、うん、一回立て直しするんじゃないですかね、うん、なるほど、立て直しした方が後々いいかなと思うんですけれども、うん、なるほどなるほど、まあ、やっぱりマーティラン動き近いですもんね、バルクと、しかも2台とも近いので、そうなんですね、しっかりと守られてしまっていると、うん、ということで、まあ、壁が生やせないところで立て直しを行っていくという可能性ももちろんあるんですが、はいはい、まあ、それなかなかね、刺してくれないとも思うので、うん、このまま回していくようですね。そうですね、耳鳴りをさせつつ占い師はその間に解読をする形ですかね、はい、さあ手田選手が、うん、まあ、もしバルクがここを離れるんであればこっちの暗号機を回すぞと、うん、はい、いうことで耳鳴りも鳴らしてタゲを引いていると、うん、はい、その間に、占い師が回しているような感じですかね、うん、はい、うん、冒険家は今どこにいるんでしょうか。さあ冒険家2つもいくつ拾ったんでしょうね、ページを発掘中、やはりページを拾っているようですね。そうですね、はい、これで少しでも、占い師が回せていればページで上げることもできますので、そうですね、 50% 分稼げればということですが、さあここは壁で狙われない、地下に逃げましたけども、うん、地下の上でバルクが待機という感じですね、はい、これは救助に来て通電ありますね、はい、さあよく見つけましたね、素晴らしい、はい、この 50% ページ使われていたら通電あったかもしれませんが、そうですね、ここ見つかったのが冒険家だったのが痛いですね、はい、もう上がる寸前だったんですけども、ここしっかりと捕まえていきました、はい、はい、ここで通電と、しかし、ね、おそらくね引き止めるないと思うので、そうですね、ここから先の立ち回り方によっては通電、はい、2人逃げあると思うんですよね。うん、さあただ今の状況を見ていると、おそらく剥がせてなかったんじゃないですか、はい、ゲート周りのコンソール、うん、そうですね、多分剥がす余裕はなかったと思います、うん、どちらも守られてしまうと今後開けるのが厳しいかなと思いますけれども、はい、これは傭兵を追いますかね。そうですね、傭兵追いますが、傭兵もね、うん、あのアイテムを持っていないんですよね、はい、ということで追えてしまうのは追えてしまうんですが、うん、しっかりとゲート前を守りながら傭兵を追いかけていきますね。なるほど、ここで補助壁を出して傭兵閉じ込めるでしょうか。はい、さあうまく占い師が逃げることができれば墓場にハッチありますから、そうですね、傭兵であればもしかすると引き止めるがないハンターに対しては逃げられるかもしれません、うん、はい、
そう、その間にだいぶ傭兵はまだ近いですね、うん、ただ占い師が回そうとしていた暗号機、あそこかなり開けにくいゲートになっていて、はい、まあ、コンソールが届きやすい位置ですので、コンソール剥がしにくいですよね、うん、なので今ずっと守られている、はい、これ我慢比べになりそうですね、はい、さあコンソールがなくなるのが先か、はい、ダウンするのが先かという勝負になっていますが、はい、コンソールがなくなるまで粘るしかないですね、サバイバーは。そうですね。さあ、今ちょうどレッドカーペットの前のコンソールを使っていますが、はい、こちらはあと100ほどですね、はい、コンソールが残っております。さあ、だいぶ近いところに位置してますね、離れる感じではなさそうですね、はい、やはりハッチ逃げを狙ってるんでしょうか。そうですね、ハッチ逃げを狙いつつ、占い師としてはコンソールの中身が、なくなるのを待っているということなんですが、綱選手のすごいのがまだ一発も壁に当たっていないんですよ、ね、そうなんですよね当たってないんですよね。 これだけ結構長い間見られたと思うんですけど、ここで飛びましたね。はい、さあここは占い師を追う判断ですか。さあここで占い師追いになりましたが、なるほど、さあこっちコンソールがなくなってしまったのでね、反対で追うしかないんですが、そこにハッチがあるので、はい、そうですね、これ傭兵の方が空いてしまうと、さあ守れるか、ハッチ守れるか、いやこれは、うわ、いやただ閉じ込められてしまうか、ここで閉じ込める、いやうまい、これはうまいですね、これは間に合う、間に合いましたが、いや、さあさらに壁を引いて、これは前に行けないように、うまいですね、そこまで壁出すんですね、この判断できますか。いやできないですよ、素晴らしい。圧巻すぎてちょっと、いや、すごいですね、はい、夢の魔女を使う観点で言ってないかもしれないですけど、なるほどまあやっぱり、はい、今回機械技師もいるので、はい、まあ、ハズレというキャラクターそこまでいないかもしれませんね。そうですね、比較的追いやすいキャラが多いと思いますけど、はい、これは祭祀もしかしたら連携取れていて、そうですね、祭祀連携しっかりと取れていて、もう反対側に逃げていきましたね、素晴らしいですね、いや早いですね判断が、まあ、これはスポン1から想像したのか、もしくは誰かが、暗号機をバチって場所を確認したのか、はい、分かりませんが、すごい判断の速さで対策を取っていきました。はい、さあワープをすでに2個使っていますが、ここはワープは消さずにチェイスしますね。はい、さあここでのチェイス、祭祀は墓場チェイスが強いイメージですけれども、そうですね、墓場で縦ワープを張ることができれば距離を取ることもできますが、うん、はい、さあオリジナルでまずは一発殴れるかどうか。そうですね、はい、そして自動追尾にも入れていますので、ちょうど挟むことができましたね。はい、ただ規制で殴られることができたので、はい、ここは大きいですね。そうですね、まあ、どちらかといえば、まあ、規制に殴られてよかったというところありますが、はい、しかしそこは一発ダメージを入れることを優先してしっかりと殴っていきましたね。はい、はい、順位を出しますが、いや今のはワープを出すの分かっていて、いやそうですね、ちゃんとそこも踏まえた上で噛みますね。はい、さあファーストはだいぶ早い方ではあると思いますが、そうですね、しかしもう傭兵もかなりもう残り8割ぐらいまでは回っているので、はい、残り2割といったところでしょうか。はい、さあ釣られる場所としては回しているところに、圧をかけていないので、はい、巻き込みせずに、ね、はい、チェイスができていたので、そこは大きいかなと思います、ね、なのでこの後救助された後に機械技師の人形の場所をしっかりと共有を行って、機械技師の人形だけは絶対に守っていきたい、はい、ところですよね。なので墓場へのチェイスが一番理想ではないかなと思うんですが、はい、まあ、ステージの8でダウンすることによって、はい、まあ、魔女の対策にもなりますから、はい、できる限り端の方に逃げていきたいですね。はい、さあこれは墓場の方にダウンしますかね。はい、墓場の方にダウンするとなると、ゲート前の暗号機を回しやすくするために離れていったんでしょうか。さあ義手を見つけて暗号機も守れますし、ロボも壊せる位置に出しましたね。はい、はい、今ロボの位置がバレてしまいますね、はい、そしてロボが壊されてしまいますか。さあこれは素晴らしい規制ができましたね。さあこうなってしまうと機械技師自分で回復することもできたんですが、はい、ロボを壊されてしまい、うん、残り少しの、ロボットでどう使っていくかですよね。はい、おそらくロボットガードに使うんじゃないかなとも思うんですが、はい、さあ残り暗号機は3台で傭兵が次は救助が来ますかね。はい、
さあここで機械騎士回復を行いましたね。今見ていませんでしたが、自分で回復を行いましたかね。左下におそらく出ていたかと思うんですが、はい、最終チェイスは袴になりますね。はい、さあこれはもう暗号機を巻き込まないということを最優先にして、さらに、はい、端っこの方、はい、ということでかなり理想的な場所でダウンが取れるんではないでしょうか。さあ鬼没読みをしていましたが、ここは使わずダウンと、はいはい、今の読み合いも良かったですね。良かったですね。ただここでダウンとなると、まあ、暗号機もしかしたら固まってしまう。そうですね、今真ん中の暗号機が、はい、2人で回していたということもあって、はい、まあ、絶対に真ん中を上げたいということが見えましたね。そうですね。そしても上がるっていうことが分かったので、はい、まあ、どんどん離れていったという形ですね、はい、真ん中はこのまま上がりそうですね。上がりますね、はい、さあそしてもう残り1台まで来ていますね。そうですね、小屋の暗号機も今ロボットで上げることができましたので、残り1台、はい、レッドカーペットを回しているという状況なんですが、やはりハンターとしてはここから守っていきたい状況、はい、ただやはりこちら側に固まっていますね。カーペットがどのぐらい進んでいるかにもよりますけども。そうですね、カーペット今4割ほどですので、はい、早めにダウン取っていきたいんですが、姿勢が全然ないんですよね、うん、そうなんですよね。なのでこのまま即ダウンを取らなければ絶対にあっち上がってしまうので、はい、おそらくこのまま守りに行くんじゃないかなと思いますね。これは3通しますかね。いや、どうでしょうね。このままオリジナルがこっちに向かってきますので、まあ、あと帰省するまでだいぶ時間はかかってしまうんですが、うまく散らすことができれば、はい、かなりでも回っていますね。もう寸止めできていますね、はい、これは3通してしまいますかね。さあここで通電すると思いますが、通電してから引き止めるはありますので、はい、ここ追うとしたら石を追いますかね、それともゲート守りに。まあそうですね、今規制ができるようになるので、おそらく規制をした上で機械騎士反対側、はい、まあ、狙いに行くかどうかというのが気になるところですね。さあ機械騎士や石は規制がされていませんので、はい、向こう側は空いてしまうのかなと思いますけれども。そうですね、本体で、義士を、石ですね、石を狙いながら傭兵にも圧をかけていきたいところですが、はい、そこは鬼没を使わずにそのままダウンできましたね、はい、そこ傭兵もダウンし取りたいところでありますが、ちゃんと分かった上で離れていましたね。はい、傭兵もかなり離れた場所で規制を剥がそうとしていましたので、はい、今どれぐらい剥がせているんですかね。そうですね、剥がせていれば大きいですけれども、はい、ただまだ肘当てが2個残っていますので、そうですね、2人逃げは固いんじゃないかなと思うんですが、はい、さあ少しでも距離を縮める、はい、これは間に合いそうですね。間に合いましたね、はい、さあここは傭兵の強さを生かして殴られても出れると、はい、はい、結果は引き分けと。おお、いや祭祀のチェイスすごく良かったと思いますね。ワープの張り方も良かったですし、うん、ただそのワープを遠距離ワープの使い方とかも見たいですよね、うん、はい。さあゲート前からスポーンで小屋の方に向かいますが、さあ体を見せたかなという動きも見えましたが、ジザ選手、はい、追いませんね。はい、これはオフェンスは追わないですかね。まあ、オフェンス、まあ、追えるは追えるというか、これ以上お散歩したくないという意味で追う可能性はありますよね。なるほど、ね、なるほど。お散歩よりもやはり先に、いいですね。このオフェンスが止まった位置、板の裏で止まってしまうとそこで石像を狙われてしまうので、はい、体が見えない位置でしっかりと、着地をすると、はい、いうことで石像の対策もしっかり行っていますね、はい、さあここで石像が一つ入っていますね、はい、うまく入っていますが、そうチェイスは左にそれますかね。さあここは、うん、間に合わなかったですね。間に合わなかったですね。惜しかったですね。はい、占い師でうまく防ぐことができればまだまだ伸びた可能性もありますが、はい、ここはうまく噛み合わず一歩苦しい状況となってしまいましたね、うん、さあオフェンスとしては、うん、このままボールをうまく使って距離値をしていくことで、はい、ガラテアの対策ってある程度できるので、はい、しっかりと距離を取っていきたいんですが、はい、さあここはガラテアにとってもグループ地であれば狙いやすいポジション、ただ体が見えないの で、はい、ある程度は感覚的な出し方になってくる部分もあるかもしれません、うん、はい、巻き込みをしていないのでだいぶ状況的にはいいんですけど、これもうまいですね。左に行くと見せかけて今右行きましたね。そうですね、さあ石像も あまりストックがないんですが、しっかりとここで仕留めていきました。はい、はい、この時間でのオフェンスのダウンはだいぶいい、まあ、いいと思いますね、はい、この後、まあ、救助に来るのかどうかというところも気になりますが、そうですね、まだ存在感がたまらないので救助に、はい、
来て時間を稼ぐ、まあ、危機一髪が20秒ありますから、通時間も合わせれば30秒ほど稼ぐことができるっていうのはかなり大きいんですよね。はい、ただここで存在感を貯めてしまうとオフェンスが飛んだ後セカンドチェイス全然伸びないという可能性もありますから、はい、かなり難しい判断かなとも思います。はい、ここで、まあ、墓守は安定的に救助ができますので、さあここでオフェンスもボールなくなってしまいますね。はい、ボールがなくなってしまいましたかね。はい、ただ無傷で墓守っていうのは大きかったんじゃないかなと思いますけど、ね、ここ一発食らいたくないですねオフェンス。はい、暗号機早いですね。はい、もう3台上がっていると。さあギリギリ存在感がたまることがなかったので、はい、まだ次のチェイスが伸びるかもしれませんね。はい、しかしここはおそらく救助に来ても4通狙えるんじゃないかなと思うんですが、そうですね、さあここでどう判断するか。地下に釣らないのは祭祀の救助の読みでしょうか。まあ、地下に釣ってしまうと圧がかけにくいというのもあるし、まあ、祭祀が来た時にということもあるでしょうね。はい、さあ次に救助を送るのはもう一度墓守が来ますね。これは潜って盾をしますかね。はい、まあ、おそらく壁に入ってたと思いますが、さあここうまくかなり、うん、時間稼ぐの難しいですからね。そうですね、位置的にも厳しいですかね。さあここで2ダウンは痛いかもしれない。そうですね、さあここで4通はもう不可能と。はい、まあ、ここはおそらく4通を狙って、はい、今しっかりと、まあ、勝負に出たといったところだったと思うんですが、はい、うまく決めていきましたね。はい、さあここで祭祀もダメージを負ってしまうとこの後展開がちょっと厳しくなってきますけれども、はい、そうですね、まあ、おそらく想定としてはここでダウンして釣られたとしても残り1台にして、はい、で手が空いた方が救助に行くというプランがあったと思うんですが、はい、まあ、ここしっかりと当てていきましたね石像。はい、さあここで異常にする。はい、なるほど。さあ残り1台もかなり戻ってしまい相当苦しい展開になってきています。はい、そうですね、ここで占い師がダメージをもらってしまうと救助に来れないという形が作られてしまうんですよね。全体負荷になってしまいますし暗号機は戻っているし、はい、だいぶ厳しそうであります。これは遠距離に入れますかね。まあ、どうですかね、入れたらいいんですが、まあ、おそらく引き止めるは採用していないのかなとも思いますが、はい、さあどうでしょうか。さあここは占い師は遠距離に入れそうですね。引き止めるが採用なければいいんですが、壁窓封鎖されていないですかね。ですね、となるとあれば通電後もかなり苦しい戦いになってくるかなと思うので、はい、まあ、無理やり通電させるという動きになってしまうと2人ずりという可能性もありますね。はい、さあこれは墓守はゲートの方へ向かっていますね。はい、はい、で占い師はまだ工場と。ただこれは離れる動きですかね。まあ、そうです、真ん中に寄らないように、まあ、あそこでダウンしてしまうのが一番暗号機は回らない形になってしまうので、うん、まあ、ここで祭祀とおそらくロングアップをつないで立て直しですかね。うん、ということもあって2人とも距離を離していますが、はい、さあ間に合いますかね。ここは立て直しではなくロングアップを壊させるような形に取りたかったかもしれませんね。うん、それで距離を稼げればといったところかもしれませんが、ここはしっかりとダウンを取っていきました。はい、はい、ここでね祭祀を立て直せたとしても 0.5 残ってしまいますので、はい、石像が1個当たるとねまた救助狩り、まあ、そうですね、瞬間移動ないので、うん、はい、まあ、そこは墓守が救助に来る形になるかなと思うんですが、そうですね、墓守が来るのがベスト。はい、まあ、立て直しではなくチェイスを伸ばす形でさっきロングアウト使ったかもしれませんね。うん、ただここで1つ当たっていて奥の方でダウン、ただここで上がりきらないですね。そうですね、まだ 50% ですね。はい、まあ、おそらくせかされたような形になってしまったの で、 そうですね、まあ、ここで祭祀が狙われて、はい、で暗号機の圧をかけられて上がらないという状況もありますから、まあ、ここはしっかり救助をしてしたかったところですがうまく駆られてしまいましたね。はい、はい、ここ祭祀8逃げするにはどういった立ち回りが一番ベストなんですかね。いや相当厳しいと思いますよ。いや祭祀アイテム変えることもできませんから、そうですね、これ買い込んでることもできず、なおかつハッチの場所はもうバレていると、はい、そうですね、いうことですので、ハッチの場所が開きっていうのもなかなか、うん、工場前のあそこでしたら多分ワープうまく使ってっていうのはあったかもしれないんですけど、開きってなかなかねギミックがないので、ワープ使ってワンチャンっていうのがないですよね。そうですね、
まあ、おそらく救助をしっかり狙っていく形になるかなと思うんですが、救助向かっていますね。救助できますかね。はい、縦ワープしっかりと作って救助をできましたが、いやーここは惜しくも当たってしまいましたね。はい、さまさかの KP チーム4釣り、4釣りします。ストレートへの一歩かなり大きく近づきましたが、はい、いや精度がすごいですね。うん、まあ、精度もすごいし追い込み方もすごいし、うん、そうですね、ほぼパーフェクトの試合といっても、うん、はい、上下、先ほど言った上下と瞬間移動を持ってくるのであれば、はい、占い師も追えるし、うん、脳幹師も追える、はい、というところもありますので、はい、で焼き入れ持ってきてますよね、はい、ということもありますので、おそらく、はい、まあ、上下、瞬間とかで来てるんじゃないかなと思うんですが、はい、あ、いや、起きましたね、今監視者。今監視者でしたね、はい、瞬間ではないですね。さあ、瞬間ではないですね。これは脳幹視になりますね。はい、脳幹視。さあ、ここは加速を使っていきたいところです。はい、脳幹視、ファーストチェイスはいいんじゃないかなと思いますけれども。そうですね、早めにダウン取ることができればいいと思いますね、はい、ここで魂追従しますから、うん、この魂一発狙っていきたいところですね、はい、さあ、ここは一発避けていきます。イターでの魂避けていきましたね。はい、で脳幹から離れる動きをしていますね。そうですね、はい、さあここでまた一つ、魂がいい感じについていますので、今回この魂を外すとかなり苦しい展開、はい、占い師もいますから、はい、この魂だけは絶対に当てていきたいですね、はい、さあここはなかなか打たず左読みをしましたが、さらに左に避けていきました、小平選手。はい、ちょっと魂を避けてますね。はい、さあその間に3、サバイバーは暗号機を全部回せてると。そうですね、さあここは巻き込みを嫌ってもう一度小屋に戻ってきましたね、脳幹師。そうですね、いや、これうまいですね、はい、さあ、脳幹はまだしないと。ここで脳幹してしまうとだいぶ展開が早くなってしまうかもしれないんで、はい、しないんでしょうか。脳幹はしないんじゃないですかね。うん、さあ、ここはオフェンスも勝っていきたいですが、オフェンスここは魂がついていますので場所がバレています、はい、さあ、ここ避け切りたいですけれども、避けれるかどうかですね、はい、さあ、ボール使わないですね、なかなか使わないですね。ボールを使わせて止まったところを狙っていきたいところですが、しっかりと椅子の前に行きましたが、当てましたね。はい、さあ、救助恐怖なども警戒して袋をつけましたが、はい、ただでもダブルダウンしなかったっていうことも含まれたら、うん、いい袋だったかもしれないですね。そうですね、ダブルダウンを防いだというところもありますが、はい、ここはしっかりと存在感を貯めていき、存在感マックスまで上げましたね。はい、この位置でのダウンはどうでしょうか。ここからだと、まあ、おそらくここからミスっての流れに、ね、ミスというか、あの、脳幹して捨てる形になるかなと思うので、はい、うん、まあ、そこに対してサポートに行けるかどうかですよね、はい、瞬間しましたが、はい、ちょっと距離がありますので、これはどうですかね。あー、ただ間に合いますね。そうですね、まあ、おそらくさっきうまく救助ができていればここで袋を使いたかったのかなとも思いますが、そうですね、それができなかったので、まあ、自分で救助をしてその間に立て直しなど行っていくのではないでしょうか。いや、この壁越しにここにいるだろうっていう読みで当てるの、はい、本当にうまいですね、まあ、そうですね、紫魂の位置からも、まあ、推測はできるので、はい、まあ、あとはあくまで読み合いの勝負、まあ、運と言ってしまったあれなんですけども、どっち読みいくかっていうところの読み合いになりますね。さあ、真ん中と真ん中も上がりかけではありますか、はい、上がりかけ、しかもこれは脳幹視がうまく刺さった形になっていて、はい、まあ、全体負荷もかかっていない状況からの真ん中がもうほぼ上がり状態 で、アイテムはかなり もう集まっているような形ですね。そうですね、冒険家が 100%、はい、でボールもまだ残っていると、はい、さあ、ここからですと、はい、終えるのは冒険家終えるのは大きいですかね。そうですね、あのページを使わせたくないですよね、はい、ページは今あ使いましたね。これは追われる読みで使ったんですかね。まあ、もう捕まるぐらいであればということでしょうね、はい、うん、なるほど。さあ、そうなっていくとかなり暗号機守りにくい形に残っていますので、はい、そうですね、そして残り暗号機があと半分ほど、うん、といった形ですので3通は免れないかもしれませんね、はい、この状況ですと暗号機守りをするか追うかだとどっちの方がいいんでしょうか、はい、まあ、おそらく1釣りを作っておくというのは大事ではないですか。うーん、なるほど、もう3通を見込んでのってことですね、はい、
なんで通電のさせ方ですよね。あとは魂を使わした後にもし殴ってくれるのであればそこで通電したいし、もしくは魂を警戒して全回復をするという意味ですぐに通電するかもしれません。はい、まだ通電はしません。はい、さあここで救助に来て救助後に通電という流れになるかと思いますか。そうですね、おそらく冒険家も、危機一髪採用してるんじゃないかなと思うので、はい、まあ、可能性があるとすればここで即ダウンを取ってこの暗号機に寄せるっていうのが可能性としてありますよね。うん、さあここで寄りましたね。はい、この判断はさあ、通電しましたね。はい、さあ通電しましたのでここはうまくボールは残っていますが、はい、救助までは厳しいかなと。そうですね、救助はせずに、まあ、おそらく8狙いになるのかなと思いますが、はい、ただこの位置でのボールがあるとはいえ厳しそうでありますよね。そうですね、ただ魂が追従しにくい場所であるんですが追従しましたね。あー、なるほど。はい、まあ、ここおそらくモネヨ選手も生やしてしまうと追従しないので、あえて生やさずに追いかけていたといったところでしょうか。はい、さあここでワンダウン、ここでスモダウン。ただそちらのゲートにはいないと、はい、反対側のゲートから1逃げですか、ね、オフェンスも起死回生間に合いませんので3釣り1逃げと言いました。ここでエース3釣りしましたが、はい、そうですね、全釣りではなかったので、そうですね、ポイント的にはまたリードを許して